やあ、アミット。確か、ゴブリディグック語がわかるんだよね。わかった。いや、わかるよ。ひょっとして、君がホグズミードで一緒にいたゴブリンと関係ある話？そう。ロドゴクって言うんだ。ちょっと手伝ってほしいんだけど。彼はゴブリンの鉱山のそばで待ってる。助けてくれない？もちろん。すごいや。あれ、待って。もしかして危ない？ゴブリディグック語に関する何かを見せようとしてるとか。彼、シローナの友達なんだ。それを聞いて安心した。シローナが信頼してるなら大丈夫だよね。ロドゴクが待ってる。行こうか。わかった。その前に重要な単語の発音を 2,3 個確認しておきたい。向こうで会おう。こんにちは。お会いできて光栄です。ゴブリディグック語を話せるのか？おー、バガーレオ。もういい。まさか今のがゴブリディグック語だとは言わないだろうな。はい。ちょっと発音がおかしかったかも。地方によって違うとか。発音の問題ではない。そもそも言語とも思えなかったぞ。ではゴブリディグック語の会話はともかく、読むことはできるのだろうな。はい、できますよ。